はい。やっぱりこう同僚が去ってくの寂しいもんですね。そうですね。私もあと何年後かにはあるでしょうね。さて、落合さんのこれが最終成績でございます。打率、本塁打、打点、見事にトップ。本塁打と打点を取った時にはみんな三冠を取っちゃってるわけですね、これは。そうです、はい、いやしかしすごいですね。何がすごいって、この取ることはもちろんすごいんですが、私一番すごいなと思うのは取ると言って取るというのはね、これがちょっとねなかなか日本人にはないタイプでございまして、まず今年の春、これは2月7日のことだったんですが、早くも鹿児島で三冠を取るとおっしゃった時の VTR がありますのでご覧いただきましょう。今年も三冠を取れますね。うん、大丈夫です、取ります。取らないと面白くない。人の上に立てるのはそれしかないんだから。まだまだまだ、これからです。これからです。こういうこと言うとね、人からあいつ生意気だとかね、言われません？言われますよ。なんだって？いや、なんだってっていうよりね、他の選手立場ないですよね。取りますよって言ったら俺はどうなんだっていうのいっぱいあるでしょ。俺は打点を取れないのかとか、俺は本塁打はダメなのかとか、まだまだまだ悪口は聞こえてきません。本人の耳には聞こえてきます。どういう悪口が一番多いですか？たかがね1回2回取ったからっつってそんなね何回も何回も取れるもんじゃないからっていう感じのが一番多いですね。それ気にしないんですか？気にしないですもん、気にしてももう入ってくるものっていうのに関しては戸を立てられないでしょ、で意外とね現役やってる選手っていうのはこういうこと言わないんですよ。あ、辞めた人が多いんです。あと一般の人ね、野球に全然携わってない人はこういうこと言うから、もうそういう人にはもう言わしておけばいいんだ。できないんだから。そういう心臓が痛くなったりしません？しないです。僕なんか悪口言われるとね、言われるんです。僕もほら人気商売だからダメです。冷たいとかね、これ書かれたばっかですよ相手の反応が鈍いというのは露骨に嫌な顔をするとかね、そういう声が入ってくると僕なんか心臓小さいもんだからキューとなっちゃってね、変えようかなやり方なんて顔持っちゃったりなんか。いや変えちゃダメですよ。ダメですかね？ダメです。自分の生き方は変えちゃいかんです。変えたら負けですか？負けです。変えちゃダメですよさてこの三冠で3部門あるわけですけど、一番楽だったのはどれですか？やっぱホームランでしょうね。50本、それと打点と。これ両方とも秋山選手が競争相手ですね。ホームランと打点は、秋山だから楽なんですか？そうですそういうこと言うから悪口を言われるの。これはね、どうして秋山だと楽なんですか？いや去年40本打ってるでしょ、秋山君がね、それでね、例えばこれ2年続いたんであればちょっとやばいかなと思ったんだけども、まだ1年目なんで、まあ大丈夫だろうっていうことで、じゃあやっぱり来年はちょっと気をつけなきゃいけないだろうなっていうのがありますね。ちょっと厳しかったのが打率、これはブーマーが相手ですね。あの人嫌です、嫌いですから。どこが嫌ですか、ブーマーは？いや、人間的には好きなんですよ、あの話したりなんかしてもね、ものすごいこの人も愛妻家なんですよ。それでね、意外と野球真面目なんです、この人も。あ、真面目なんですか、ね、見えて。プロらしいんですよ、日本人はどっちかというと体制に負ける人が多いでしょ、でもやっぱ外人特有のね、僕らは日本に出稼ぎに来てるんだ、だから野球一生懸命やらなきゃいけないんだって、本当プロですよ、この人ら。だから嫌なんだ。だから嫌なんです。プロは嫌なんだ。嫌なんです。アマチュアは楽なんですじゃあ前の打点とホームランの相手はアマチュアですか、まだ来年プロなんじゃないですか来年プロ、まだ今年アマチュアだった。まだまだ甘いですもん、秋山は。でもね、自分の形っつうのかな、こういう悪くなったらこういうふうにして直せばいいんだっていう、そういう形持ってないから、そういう人と野球やるのは楽です。多分今日あたり練習終わって今頃見てると思うんですけどね、来年頑張ってください今年はさて、パリーグはなんつってもその、まあ、評判だけだと清原がね、すごかったですよね、素晴らしい選手ですね。あれ？え？これプロかアマチュアかでいくとどうですか、清原？まだアマチュアでしょ。まだアマチュア、そうですよ、去年まで高校野球ですからね。なんでかというとね、なんか第一戦で自打球受けて骨折したらしいですね、亀裂骨折を。やったらしいですね、まあ、どんな人ですって、この間と。それで昨日タコでしょ、4-0、それでなんていうの、各マスコミに哀れみを買うようなそういう記事出てたでしょ、
ちょっと野球もゲームやりながらね、後ろで暇だったから見てたんだけども、足に当たったから腰が引けてるとかね、体重乗っていかないとか、そういう解説とかな評論を受けてるうちはまだ子供ですよ。試合中に裏でテレビ見てたって言いました、はい、今はい言いましたダグアウトの裏で、ね、そうですそうやまあ、いや評論家にそういうことを哀れみをこうようなことを言わせちゃダメ、僕なんか一回も言われたことないですもん。みんな生意気だと思ってるから言わないんでしょうね、落合がかわいそうとか。いや誰も言わないですそういうこと言われるうちはダメ。ダメですね。じゃあこの清原がこの3部門でね、はい、ライバルになってくるのは何年後ぐらいですかね。僕が力落ちた時からでしょうね。向こうが上がってくるんじゃなくて、ええ、何年後って聞くのはちょっと酷ですかね。まだ18歳の少年でしょ。19になってくる。19なりました、ええ、まだ大丈夫でしょうね。あと5年は軽い。いやいやそんなかかんないです。順調に伸びてきて 3,4 年っていうところでしょうね。 3,4 年で落合さんと交差しちゃう。上りカーブと下りカーブが負けるかもわかんないですよ。3、4年で、ええ、ただ3つ取れる選手にならないと思います、秋山がいる限りは。あ、秋山がいる限り清原の三冠王は無理。2人でやっぱり競っていくでしょうね。なるほどね、ええ、秋山も来年からプロになるしね、ええ、でその落合さん の, そのご自分が取るという宣言もそうなんですけどね、今年も広島が赤いようになりましてね、セ・リーグで 5.5 ゲーム離されて、はい、もう僕もさすがに諦めようかと思ったんですけど、落合さんがおっしゃった言葉がこの辺にただ一つ真っ暗闇の中の一灯として灯ってたわけなんですよね。落合さんは広島だとおっしゃったその予想の VTR も撮ってありますので、ちょっとご覧ください。セントラルリーグにはご興味はおありですか？ありますよ。どうですかね、もう巨人は一瞬1位に手が届いたんですけどね、その後今日なんかもう 0.5 までいってるけど首位に手が届かない。巨人ファンの方イライラしてると思うんですけどね。最後までこうなんじゃないですかね巨人は最後まで首位に手が届かない、と思いますけどね。何だったんですかこの広島優勝の根拠は。やっぱりピッチャーですよ。ピッチャー、オールスターとかね、オープン戦なんかに当たるんですけどね、うん、確かに広島のピッチャーはいいです、ジャイアンツのピッチャーは江川が悪くなったらもう終わりって感じだったから。うーん、野球はやっぱりピッチャー、守りからです、ピッチャーからです。スタッフの一人がね、野球はやっぱりピッチャーだって。そうです。落合が三冠を取っても優勝できないじゃないかって言いました。そうなんですひどいことを言ったりしたがいましたね。やっぱりそうなんですかね。そうですよ、だから守りからですよ野球は、というと日本シリーズ今広島が1勝1分けですけどね、この結果もそういうことになりますかね。僕はなんかの雑誌で予想してくれっていうことでね、はい、した時に広島の4勝1敗じゃないかなという予想は立てたんですけどね。4勝1敗ですって小林さん、僕誰だろう広島 B 期の僕でさえ4の2ですよ4勝1敗1引き分けってことですかね今の。その引き分けっていうのはもう頭なかったですから。そうですね、4-1ね。そのぐらい広島が有利だと、やっぱ山本浩二衣笠プロですかね。やっぱプロですね。西武はまだアマチュアが多すぎる。いやそういうわけじゃないんですけどね、若いんですよねまだ選手が、うん、さっき森さんがなんか負けたような感じしないけども負けてるって言うでしょ、はい、やっぱり強いんですよ広島は、うん、僕らもシーズン中そういう経験何回もあるんですけどね、なんか知らないけど終わったら負けてたっていうゲームの方が多いんです。あ、それは本当に相手が強いってことなんですね。強いんですよね。だから強いっていうか負けない野球をやるんですよ、それと打つ方に関してはね、やっぱこれだけなんていうの、当てにならないものないですから。打つ方は守りはやっぱり計算ができる。計算できます。守るのと走る分に関しては計算立つんですけども、打つことに関しては計算立たないです。なるほどね。さて落合さん、今日ピシッとスーツをお召しになってらっしゃいますが、実は今日ダブルヘッダーだったんですって。昨日ですか。あ、昨日あれ昨日だ。昨日だよね。昨日ごめんなさい。いえいえいえよく間違えて殺し返したの俺も間違えたかと思った今日やってきたと思ったでしょ一瞬相当な間違いですよ今日の、最終戦昨日あったんだ、はい、ちょっとそれを見てみたいと思いますが、急遽やめになりましたすいません、ね、この番組もいい加減さて、受けた広島市民球場は試合前からファンの熱気に満ちていました。同じこの日、
川崎球場ではロッテ日本ハムの今年最後の試合が行われました。本日は一般内野席および外野席は無料でご入場ができます。今日3万ぐらい入るかな今日は割り入るんじゃないのかな。なんだ、向こうみんなほら無料で入れるっていうから。午後1時、超満員のファンの見守る中、日本シリーズ第2戦の火蓋が切って落とされました。同じ時刻、川崎球場もプレーボール。マウンド上はロッテオリオンズ先発ピッチャーの笠原。ラジオの新人アナウンサーの研修も行われています。さあ2回の表、日本ハムファイターズの攻撃。マウンド上の笠原、岡地に対して第1球振りかぶって投げたボール。どうしても気になるのは日本シリーズの経過です。3時22分、第1試合は2対1で日本ハムの勝利。その20分後、広島が日本シリーズ第2戦を制しました。今一部の新聞を、はい、落合さん、トレードという話があるんですが、毎年ですね、巨人が狙ってるという。いや、巨人だけじゃないでしょそうですか、ね、各球団話はあるわけですか。いや、あるとかないとかってんじゃなくてね、やっぱ欲しいでしょうね巨人がやっぱりどうしても来年優勝したいと、もう落合さん来てくれるんだったらいくらでも払うっていうような感じで、巨人が待ってるっていう記事が載ってるんですけどね。うん、勝負っていうより、商売するのは僕じゃなくて球団ですからね。本人のところに話は来ないんですか、電話かかってきたり。来ないです、来ないです。王ですけど、なんで電話が来たり。来ません。あ、ない。え、球団に来てるみたいですか。だから球団が僕をいらないとなれば出すでしょうし、必要とあればまだ置いといてくれるだろうし。だから野球やるんだったらどこでやっても一緒でしょ。それはそうです、ね、ルール変わるわけじゃないし。ただ、まあ三冠を取った選手トレードってことはちょっとありえないと思いますけど、常識的に考えてね。僕はしないですね。僕が社長オーナーだったらやっぱりやんないですねさて、最後に三冠をまた連続でお取りになった奥様は何というお祝いの言葉をおっしゃってました。来年また取ろうねっていうことで終わりました来年はどうしますか、三冠は。狙います、取ります。取ります、また。ほら、2年連続っていうのはね、バースと王さんとね、僕とこれで3人目でしょ。3年連続取れるのは僕とバースしかいないんで、可能性のあるのはね、だったらやっぱ狙わなきゃ男じゃないでしょ。じゃあちょっと VTR 今回してますんで、取ります、一言もう一回。はい、取ります